今回はフライパンで簡単、2分ピザミックスを作っていきます。発売元は2分それでは切ります。ボウルに出します。お水を入れて、最初はヘラでかき混ぜていきます。固まってきたら手でこね始めて、今回はまな板を用意して、その上でこねていきます。固まりがまとまってきたら、2つに分けて、ボウルに入れて5分待ちます。で、キッチンに移動してきました。生地をフライパンに伸ばしていって、ピザソースを乗せて、 ベーコンを乗せたらチーズをどっさりかけていきます。で、10分ほど弱火で焼いていきます。チーズがとろけたら完成です。ローラーカッターで生地を切っていただきます。これはうまいということで今回はフライパンで簡単1分ピザミックスを作ってみました。これはとっても簡単にできるのでかなりおすすめできます。気になった方はお試しください。